ぜ私はまだ生きているのだ。ベビーが私を。マザー、今すぐ消えろ。なしだ。馴染みの検疫官の声で私は目覚めた。では起き上がってみてくれ。ゆっくりとな。夢、実際に起きた悲劇のプレイバックを見ていたようだ。あのハイパービーム、そう、ベビーが与えてくれた力によって私はマザーブレインを倒した。その直後に起動した次元装置により惑星ゼーベスは消滅、同時に消え去ったもの、それはマザーブレイン、スペースパイレーツ、私の宿敵リドリー、そしてベビー。それではサムス、隣の部屋へ。それではチェックを始めようか、サムス。まずはウォーミングアップだ。チャージビームを打ってみてくれ。狙いもキレも最高だな。お次はモーフボールだ。ボムを使ってみてくれ。モーフボールを解除して元に戻ろうか。よし、パーフェクトだ、サムス。じゃあ部屋の中央に立ってくれ。驚いたかい？そこからキッククライムで上がってきてくれ。その調子だ、サムス。いよいよお友達の登場だ。
ーケーオーケー、いい調子だな。次の反応速度をチェックしようか。これから発射されるビームを避けるんだ。オーケー、相変わらずいい動きだな。じゃあ今度はミサイルのテストだ。コンセントレーションでミサイル補給を頼む。厄介なお友達がどこかにいるぜ。見つけてみてくれ。厄介なお友達がどこかにいるぜ。見つけてみてくれ。挨拶代わりにミサイルを一発お見舞いしようぜ。お友達を怒らせちまったみたいだね。あとはよろしく、サムス。ミサイルはもうたくさんだってさ。捕まったまま仕事しているのだから。どうした？調子が悪いんだ。 OK OK、 いい調子だな。試しにパワーボムを使ってみようか。ここは頑丈だから思いっきりやってくれ。周りに人がいないか、物がないか、よく確かめるんだぞ。 OK サムス、チェックは以上だ。ボロボロで帰ってきたのに、むしろ状態が良くなってるよ。これもまたベビーがくれた力なのだろう。では会議室へ。お偉いさんがお待ちかねだ。君が恥をかかないようにスーツはピカピカにしておいた。もうどこにもベビーのかけらさえ残ってはいない。分かっているはずなのに、思わず手のひらを眺めていた。もう二度とベビーに会うことはない。決して。今ここで改めてそう感じた。任務完了。惑星ゼーベスは消滅、そしてメトロイドは絶滅しました。シンプルな報告、無機質な事実が私の胸には重く響いた。あれからどれくらい経ったのだろうか。静かに流れゆく時の中で、メトロイドやスペースパイレーツはここ銀河社会のもはや過去の記憶として、その輪郭を失いつつあるように思える。
通称ベイビーズクライ。誰かを呼ぶことを最優先としたその目的を、赤ん坊の泣き声になぞらえた典型的な救難信号だ。辺境宙域から発せられている。私は最初からそう決められていたかのようにスターシップの進路を変更した。ベイビーズクライ、その響きが私を呼び寄せたのかもしれない。銀河連邦軍が